はい、お晩でございます。佐藤伊藤佐世間の晩酌一期一会、いつものようにこのシャツを着て佐渡島からお送りします。今日はちょっとこれを飲んでみようかと思っております。頑張れ糸魚川復活、はい、2016年の12月、暮れに大火事になったで丸焼けになったの、焼けてしまった加賀の井酒造さんちゅうんだか、それの、まあ復活して新しい蔵を建てて、それからそれで今年できたっていう、まあ仕込み2号と書いてあります。1号は手に入らんかったけど、まあ2号のその純米吟醸50で書いてあるんだけど、それをまあ飲んでみようと。まあいらん構成かもしらんけども、うちらができることっつったらこうやってここの酒を買うて飲む、あとお客さんに買うてもろて飲んでもらうと、そんなことぐらいしかできませんけど、まあちょっと今日はまずは冷やからやってみます。当然うちら熱燗小僧の会でありますから、これが終わったら燗して飲むわけです。まずは冷やから。いい香りがしてきました。まだなんか若々しいような感じがしますけど、あれま、はい、これは新潟の酒、これ缶が楽しみです。はい、缶が楽しみな 50%、加賀の井純米吟醸です。はい、もう、うまい。はい、以上です。